ウィアトンはアメリカ合衆国ウェストバージニア州最北部、ブルック郡とハンコック郡にまたがる都市である。2010年国勢調査で、の人口は19,746人だった。ウェストバージニア州の北パンハンドルと呼ばれる北に、細長く伸びた地域にあり、すぐ東はペンシルベニア州、西はオハイオ州である。 オハイオ州にまたがるウィアトン・スチューベンビル大都市圏の主要都市である。2010年時点の都市圏人口は124,454人だった。より広域的には、ウィアトンは約5 5トル東に位置するピッツバーグの広域都市圏に含まれている。ウィアトンは、スチューベンビルと同様、鉄鋼の街として20世紀前半まで栄えたが、後半に入ると、 鉄鋼依存が災いして衰退した歴史を持っている。しかし、スチューベンビルが1786年に建てられたスチューベントリデを起源とし、1797年に創設された長い歴史を持つ都市であるのとは、対照的に、ウィアトンは20世紀初頭にウィアトンスチールの企業城下町として急速に市街化し、1947年に市として正式に法人化された。 比較的若い都市である。ホリデーズ工部と呼ばれる小さな村が1793年に設立され、それが現在のウィアトン中心街の大部分となっている。1909年、アーネスト・ティー・ウィアが近隣のピッツバーグから移ってきて、ホリデーズ工部のすぐ北に鉄鋼工場を建設し、後にウィアトン製鋼会社と呼ばれるようになった。ウィアトンと呼ばれた。 非法人化地域がこの工場の周りで成長し、1940年には国内最大の非法人化都市と言われていた。その時までに、ホリデーズ工部とウィアトンハイツとマーランドハイツと呼ばれる他の二つの外郭地域も法人化されていた。その名前が示すようにそれらの町は、ウィア工部地域を囲む丘や尾根の上にあった。ホリデーズ工部トリでは、 アメリカ独立戦争前の1774年に、ピットトリデの兵士が建設した砦だった。現在のウィアトン中心街、ハーモンズクリーク沿いにあり、オハイオ川に注ぐ口からは、約3マイルだった。アンドリューバンスウェアリンゲン大佐が指揮し、後にはその義理の息子で、ブラディのレンジャーズの有名な指揮者であるサミュエル・ブラディ、大尉が指揮した。1779年、 28人以上の民兵が、ホリデーズ公部に駐屯していた。その2年前の1777年、バンスウェアリンゲン大佐が10名余りの兵士を率いロングボートでオハヨ川を降り、ホイーリングでイギリス軍とインディアンに包囲されていたヘンリー・トリデの住人を救いに向かった。その任務の様子が、チャールズ・ s ス・チャップマンによって、工部郵便局の壁に描かれた。 公共事業促進局時代の壁画で記念されている。この壁画には、ジョン・ビルダーバック大佐も描かれている。ビルダーバックは、後の1782年、グナーデンヒュッテンで、モラビアにインディアンを虐殺した時の指導者であり、悪名を残した。ウィアトン内のマーランドハイツ地区1947年7月1日、ホリデーズ・ゴーブ、マーランドハイツ、ウィアトンハイツ、 さらに未編入のウィアトンを含む地域の全体が合併してウィアトン市となり現在に繋がっている。ウィアトン成功の事業部でアーネスト・ティー・ウィアの別会社であるナショナル成功会社のトップであるトマス・イーミル・ソップが初代市長に選ばれた。試験賞は1950年の住民投票で承認された。ウィアトンにはウィアトン成功会社があり、 かつては1万2000人以上を雇用する総合成功会社だった。ウェストバージニア州では最大の民間雇用主であり最大の納税者だった。これはもはや当てはまらない。アメリカ合衆国のみならず世界中の成功業界の再編ゆえに現在は国際的巨大企業アルセロールミッタルの一部となりわずか1200人の労働者で売り切れた製造工程のみを動かしている。 1980年代初期、ウィアトン成功会社の従業員が工場をナショナル成功会社から買収し、国内最大の従業員持ち株制度として会社を破産から救った。市民指導者数人が近隣のピッツバーグ都市圏から企業を誘致し、住宅所有者を呼んでこようとしている。ウィアトンをベッドタウンとして宣伝し、ピッツバーグ国際空港や、 週刊高速道路に近いことを宣伝文句にしている。ウィアトンには多くのアメリカ合衆国国家歴史登録材がある。ジョンストン・トルアックス帝、マーランドハイツ公園とマーガレット・マンソンや、記念プール、人民銀行、ジョージ・リガス博士邸、ピーター・対イヨカイロアトである。ウィアトン市は北緯40度25分、整形80度35分、 北緯40.417度成形80.583度、40.417-80.583に位置している。ウェストバージニア州が北に幅5マイルで伸びる場所にあり、西はオハイオ宗教、東はペンシルベニア宗教である。二つの対面で二つの州に接する都市として、また他の二つの対面が自州に接するところにある都市として、 アメリカ合衆国唯一の都市である。ウィアトンは、オハイオ州、スチューベンビルトは、オハイオ側の対岸にあり、アメリカ国道22号線を西に35マイル行けば、ペンシルベニア州ピッツバーグ市である。ピッツバーグ国際空港は30マイル以内にある。2006年10月、フィンドレー接続路が開通し、空港までの道程は、約20マイルとなった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は19.26平方マイルであり、このうち陸地18.05平方マイル、水域は1.21平方マイルで、水域率は6.28%である。ビアトンの周辺は、南にホランスビー市、北にニューカンバーランド市、東にペンシルベニア州パリスに属するものの、冬の寒さは厳しく、 また、エリーコナンのクリーブランドほどではないものの降雪も多く、実際には中西部の大部分に分布する大陸製のアカンタイ湿潤気候に近い気候である。気候の詳細については、スチューベンビル気候も参照のこと。2011年までにウィアトン氏とその属する二軍が人口が減っているというニューヨークタイムズの関心を集めた。この記事では、 ブルック軍で100人が死ぬ間に71人しか出生しておらず、ハンコック軍でも同様だと報告していた。このことで市民団体の数も減っていると記事が続けている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。以下は1947年に法人化されて、 以来のウィアトン市の歴代市長である、ウィアトン医療、センターウィアトンと地域の経済は、昔から鉄鋼産業が支配しており、最大雇用主はアルセロールミッタルである。長い間に鉄鋼産業は衰退し、地元経済は多様化し、小売業や医療業が大きく増加してきた。ウィアトン医療センターは238床の大型病院であり、 地域全体の患者に対応しており、現在は1000人以上を雇用する市内最大の雇用種である。ピッツバーグ市に近いことで、ウィアトンからピッツバーグ市に通勤して働く者の数も増えている。ベテランズメモリアル橋、ウィアトンに最も近い商業空港は、ピッツバーグのダウンタウンの北西、約2 2トルウィアトンの中心部からは北東へ、 約 35km に立地するピッツバーグ国際空港である。この空港は、ウィアトンス中ンビルを含むピッツバーグ広域都市圏のみならず、ヤングスタウン、ホイーリング、モーガンタウンなど、規模の小さい空港しか持たない近隣の都市にとっても、事実上の空の玄関口となっている。ウィアトンには、週間高速道路は通っていないが、市の南を通る。 国道22号線が高速道路規格になっており、ピッツバーグの高速道路網につながっている。この国道22号線が、オハイオ川を越える、ビアトンと対岸のスチューベンビルトを結ぶシャバリ橋、ベテランズ・メモリアル橋は、それまでのフォートスチューベン橋に変わる橋として1990年に開通したものである。また、 オハイオ州側でオハイオ川沿いを通るオハイオ州道7号線は、南へ、ホイーリングの近くまで高速道路規格になっており、ウィアトンス中ンビルとホイーリングの両都市圏を結ぶのみならず、I-70 へのアクセス道路にもなっている。なお、ウェストバージニア州側にも、オハイオ側に沿って、州道2号線が通っているが、こちらは一般道路規格である。ウィアトンの公共交通機関としては、 ウィアトン交通公社の運営する路線バスがある。同社のバスは一路線であるが、中心部と東部の住宅地、大規模小売店舗、及びウィアトン医療センターを結んで走る路線となっている。ウィアトンは雑誌、ライフ1937年9月13日号の写真エッセイ、ウィアのウィアトンの題材だった。この号の表紙には、アーネスト・テナ・ウィアの肖像画が載せられている。 ウィアトンは以下のような機会にハリウッドの映画監督や脚本家の注目を集めてきた。ありがとうございます。